山田哲人なんかもね、こうパパってやって間をしっかり取ってこう打つっていう、そういうとこは小学生に真似してもらいたいんですよね。はい、例えばこんなとこは別に真似しなくてもまあ普通でいいけど、ただ彼のいいとこでやっぱりパパってやって打つまでこういう間があるじゃないですか。この間のところってすごく真似してほしいんですよね。ああ。